石川俊介です私の選んだ一品は台湾の歯磨き粉オーライトトゥースペースとナンバーゼロですで、このトゥースペースとはただのトゥースペーストじゃなくてです、ね、100年間、えー、イノベーションが起きなかったトゥースペースと業界において初めてと言えるような商品になっていますで、これ何が初めてかというとまずトゥースペーストって実はですね、体に良くないであろういろんな成分が入ってるんですけどこれはもう食品と同じような量が <laughs> レベルででできてているので、えー、食べても大丈夫と要は体に入るものっていうのが、えー、アレルギーのもとになったりですねさまざまなことを引き起こすんだけれどもそういったものをゼロから開発しようということをやっていますとあとはこの会社がこ,のこれ自体がですねもちろん100%リサイクルができるということだけじゃなく30年間かけてその大量生産されるものが地球に悪くあってはいけないというところを再定義するという新しい普通 というものを生み出しているという意味でも非常に画期的な会社であり製品になっているというものなので今回こういったものを私の一品として選ばせていただきました。